グッドファイトザグッドファイトはアメリカ合衆国で2017年より放送されているテレビシリーズ。2020年現在シーズン4まで制作され CBS オールアクセスで配信されている。2009年から2016年に7シーズンにわたり放送されていたグッドワイフのスピンオフ作品にあたる。グッドワイフの主人公の上司で雇い主である弁護士。 ダイアン・ロックハートを新たに主人公としたスピンオフ作品。本編のワイフが放送された CBS の地上波ネットワークではなく CBS が運営するインターネットテレビ用のオリジナル作品として制作された。なお、2019年夏にシーズン1の地上波放送も行われている。シーズン1の冒頭は本編の最終回から1年後の2017年に ドナルド・トランプのアメリカ大統領就任式を見て、ダイアンがアゼンするシーンからである。当初は、ヒラリー・クリントンが、アメリカ初の女性大統領に就任して、女性の時代が始まるシーンから始まる脚本で、撮影も始まっていたが、大統領選の結果を受けて、急遽取り直すことになったという。それを受けてか、以降の本編でもトランプ大統領の名前が登場することが多い。 本編の主人公だったアリシアは本作には登場しない。演じていたジュリアナ・マルグリーズはインタビューでスピンオフへの出演オファーはあったが出演量が通常のゲストと変わらない額だったため断ったと答えている。日本ではアマゾンプライムビデオで字幕版と吹き替え版がザ・グッド・ファイト、ザ・グッド・ファイトの放題で配信されている。 パラマウントピクチャーズから、グッドファイト華麗なる逆転との放題で、ソフト化。また、2020年1月から NHK、総合テレビジョンにて、シーズン1、同年11月からシーズン2が放送される。グッドアイフからの登場キャラクターは準レギュラー、著名なゲストのみ、記載2017年2月17日から2017年4月16日に、かけて配信。 就任嘘の徴工疑惑のリスト財産突然の保釈 SNS と言論の自由大陪信の裏で、レディック対坊主漫才の意識混沌2018年3月4日から2018年5月27日にかけて配信。 408日目、415日目、422日目、429日目、436日目、443日目、450日目、457日目、464日目、471日目、478日目、485日目、492日目、2019年3月14日から2019年5月16日に、 かけて配信。悩み大きいヒビロ以降の君とレジスタンするか、炎上暴動セレブ離婚不正選挙カートダイアンを救う太陽が顔を出すとき週末2020年4月9日より配信開始。現在、2019新型コロナウイルスの世界的な流行の影響で撮影が中断している。2020年4月30日現在、ザグッドファイトシーズン1グランテッドトライアルランオン。 CBS This Summer.tvline.com 2020年4月30日閲覧。予想外トランプ勝利でシーン取り直し。シネマトゥデー2020年4月30日閲覧。グッドワイフのアリシア役女優ギャラが折り合わずスピンオフ出演見送り。シネマトゥデー2020年4月30日閲覧。新番組情報海外ドラマグッドファイト。 NHK ドラマドラマトピックス。2020年4月30日閲覧。新番組情報海外ドラマ、グッドファイトに。NHK ドラマドラマトピックス。2020年11月27日閲覧。シーズン1話準レギュラーとして登場シーズン1話、準レギュラーとして登場シーズン1第1話に、ゲスト出演、NCIS、グレアナも。 新型コロナウイルスの影響で続々撮影ストップ。海外ドラマナビ2020年4月30日閲覧。ありがとうございます。